こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、皆さんは赤ちゃんにおっぱいあげるときって、授乳してるときって幸せな気分になりますか？それともおっぱいあげ始めるとなんかイラ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 ってしてきて、もうなんか不安になってきて、あーってなってきて、こうおっぱいやめたいっていう気持ちになりますか？はい、多くのママたちはおっぱいあげてる時って幸せな気分になるっていろんな文献見ても書いてあんねんけど、たまにねおっぱいあげ始めるともうなんか自分で自分をコントロールできひんようなすっごい嫌な気持ちになって母乳育児がきつくなるっていうママがいるんですね。はい、これを、不快性射乳反射っていうふうに言うんですけども、これについてのお話したいと思います。頑張らんで適当でチャンネル登録よろしくね。不快性射乳反射、これ英語ではで D-MER って D-MER? わからんけどって呼ばれたりするんですけど、この概念自体がねすごいこう言われ始めたのがね2007年ぐらいのことなんですよ。10年そこそこ、こう発見されたというか、いわゆるこの注目されるようになって研究が進み始めたのここ10年ぐらいの話なんですよ。で、私が助産師になったのも20年以上前なんですけど、当時からねいたんですよね。授乳室でおっぱいあげ始めるとね、いきなりママが泣き出すの。どうしたんって言ったら、なんか分からへんけど気持ち悪いんですっていうか、吐き気がしますとか、すごい眠たくなってきたりとか、あとめまいがしてきたり動悸がしてきたりでおっぱい加えさせて、そうやな、ものの20秒30秒ぐらいの話なんですけどね、ものすごいこうなんかもう自分コントロールできひんやな、嫌な気持ちになってね、もうなんか赤ちゃんボンって投げ捨てようとするような、そういうね産後間もないママっていうのがね、これ何かなって私ずっと思ってて、でもそういう人いるんですよね、少なからずいるんですよ。どういうメカニズム、なんやろうな、これなんか産後うつとかマタニティブルーズとかそういう類のもんなんかなとかってずっと考えててんけど、中にはねもうそれがきつすぎてね母乳育児やめちゃう人もいたんやけど、まあ、我慢して、もう自分が我慢すればいいことやって言って我慢して頑張ってはって、産後半年以上経った時にどうって言って聞いたら、嫌やったの何やったんでしょうねって、今もうないんです、普通に授乳できるようになったって言ってくれたりっていうことがよくあって、もうなんせ私の中で謎やったんですよ。その症状が2007年ぐらいからようやくこう臨床の場でも取り上げられるようになって、海外でも研究が進んで、で日本語では不快性射乳反射、だから射乳っていうのはおっぱいがわーっと湧いてくる、その射乳の時に不快性ですよね、不快な気持ちになる、そういう反射っていう日本語なんやけど、英語では D-MER。 はい、簡単に言うと、だからおっぱいをあげようとするとめっちゃ嫌な気分になっておっぱいあげたくなくなるんだよ症候群っていうことですね。頻度は高くないねんけど、とにかくまあそういう少なからずそういう人がいるんですけどね、まあ、研究進んできてるねんけど、未だに、まあ、言うてもここ10年ぐらいの話なんでね、専門家の中でもまだ助産師の中でもこの D-MER の、メカニズムとかっていうのはあんまりご存じない助産師さんも結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。でママたちもそういう症状があって悩んでる人すごい多くって、これちょっといただいてる YouTube のコメントもいっぱいこれいただいててね、この D-MER について、もうずいぶん前にこの D-MER については YouTube で喋ってもう動画アップしてるもんやって思ってたんですよ。なんか知らんけど同じ質問多いなと思って、なんでやこれ動画上げてんのになと思って調べたら上がってへんかってせやんってなって、だからもう一回2回目やけどもう一回喋ってますこれ。はい、で質問読みますね。現在11歳の女の子と8歳のやんちゃ男子、かわいいかわいい7ヶ月の男女の双子の子育て中です。11年前の出産後からずっと気になっていることがあります。おっぱいが出てくるギューンみたいな感覚の前に必ず気分が悪くなります。吐きそうになったり、何もかも嫌で何にもやる気がなくなって眠たくなったりします。2、3分で元に戻りますが、今回7年ぶりに出産してまたその感覚になり、ああそうやったと思い出しました。で友達や助産師さん、訪問の助産師さんに聞いてみても誰も聞いたことがないと言います。久子さんは聞いたことがありますか？そういう人がいたとかあったら教えてほしいです。もうこの手の質問めっちゃ多いんですよね。さあこれを D-MER なんで起こるのかということなんですけども、
出産しました。そしたら母体はプロラクチンって言って母乳を作るホルモンを分泌します。プロラクチン、これが母乳を作ります。まずね、3時間とか4時間とか5時間とか置いとくとおっぱいが張りますよね。まあ張らない人もいるんだけどね、多くの人は張りますね。ちょっとこう重たくなりますよね、母乳が溜まってきて。これはプロラクチンっていうそのホルモンが母乳を作ってこのタンクに溜めるわけですよね。まずね、その溜まってきた母乳を赤ちゃんがさあ吸います。吸うとここに溜まった母乳が今度は吸われてますよ、はい、この乳腺の中を通していって乳首の先から乳頭の先から母乳を噴出させてねっていう、こう射乳反射、発射の射って書きます。で乳って反射、射乳反射、おっぱいをこう分泌してね、出して出してっていうホルモンが働きます。赤ちゃんが吸うことによって、ね、チュクチュクチュクのこの刺激でね、このホルモンをオキシトシンと言います。プロラクチンで母乳を作るオキシトシン、吸われることでオキシトシンが分泌されて母乳が分泌されて赤ちゃんが飲めるわけですよ。この2つのホルモンがね働くんですね。でその時ね、人間の体ってね、もうちょっと器用に動いたらいいのに、必要なホルモンって、まあ、プロラクチン、オキシトシン以外にもいっぱいホルモンっていうのはあるんやけど、ホルモンっていうのはその微妙な調整、体の調整をしてるから、例えばドーパミンっていうホルモンがあるんですね。これはどんな時に出るかっていうと、私陸上競技をずっとしてたんですけども、学生の時ね、走ってるとだんもうめっちゃしんどいんですけど、もうマジでしんどいですけど、やってるとね、だんだんね、よくランナーズハイっていう言葉知ってます？気持ちよくなってくんの。陸上とね、あとね、競泳もやってたんですよ。水泳もやってたのね。泳いでたらね、最初しんどいけどね、途中からね、どっかのタイミングからね、急にね、気持ちよくなってくるんですよ。はい、これランナーズハイと言いますね。これね、これドーパミンっていうホルモンが分泌されて、こうなんか体を動かすことによって、そこでこう脳がなんかおかしい変換されてね、なんかね、そこに快感を覚え始めるみたいな、こういうホルモンがあるんですよね。授乳をした時にそのプロラクチンとオキシトシンがうわっと働いた時に、同時にその幸せホルモンと呼ばれるドーパミンが一緒にドーンと出てくれたらいいんですが、これが上手にできなくて、プロラクチン、オキシトシンが分泌された時に幸せホルモン、こう興奮状態、なんかもうなんか快感やわーみたいな、そういうホルモンがプロラクチン、オキシトシンの代わりにドーパミンがドーンと落ちるんですね。一時的に一緒に出してくれたらいいのにね、できないんですよ、うん、オキシトシン、プロラクチン来たらドーパミン下がっちゃうの、はい、っていうような作用が起きてしまって、ね、この分泌が上手にできないですね、うつ病になったりとかするっていうのも言われてますよね、うん、結局だから些細なことで、あ、幸せやんって感じれるのがドーパミンだから、それが分泌がドーンと落ちるということは、自分 の, そのやってること全部、自分の存在価値自体が、私なんで生きてんやろっていうか、なんで赤ちゃんにおっぱいあげてんやろっていうか、赤ちゃんにおっぱいあげたらなんか気持ち悪いんやろみたいなね、なんかそういうすごいネガティブな、そういう思いになってしまう、ドーパミンが減るとね、うん、それがどうやらこのディーマー の原因ではないかっていうふうに言われてるんですね。ドーパミンが落ちるっていうことがあかんねんね。であとはですね、オキシトシンっていうのは例えば授乳した時も愛情ホルモンとか呼ばれてますけども、おっぱいホルモンであると同時に幸せホルモン、愛情ホルモンって呼ばれてるんだよね。で例えば旦那さん、愛する人ともセックス、こう愛撫をされるっていうことでもオキシトシン、幸せな、なんかふわっとした気持ちになって、こういろいろこう日常の仕事のこととか子供のこととか、なんかママ友のこととか、いろいろこう頭の中でいろいろいらんこと考えてるのが、セックスの時ってそういうのって全部飛ぶでしょ、何も考えられへん状態になるって、これオキシトシンのね作用なんですよね。愛情ホルモンとか信頼ホルモンとかいうふうにも呼ばれてるんですけど、同時にこのオキシトシンっていうのは攻撃性も持ってるんですね。赤ちゃん生まれた後、その赤ちゃんとママっていう、こう幸せなこの2人の関係があった時に、例えば旦那がなんかちゃちゃ入れてきたりとかしたら、ものすごいこう産後間もない頃ね、旦那ってなることないですよ。おかしいな、なんでやろうって、今までやったら旦那さんのことをそんな風に感じたことなかったのに、なんか旦那がちょっと近寄ってきただけで、よんなボケみたいな半径5メートル来んなみたいなね、そんな気持ちになったりとか、あとは上の子がこうママって来ても、その上の子が可愛いと思えなくなるっていう現象ね、赤ちゃん生まれた後にね、いや上の子もまだ小さくてまだ可愛いはずやのに、そこにこう可愛いって思えない、イラッとしてしまう、向こう行けよ、うざいねんっていう気持ちがボンって働いてしまう、
そういうのもこのオキシトシンの攻撃性って言われててね、この愛情ホルモンの裏返しの悪い方向に作用するオキシトシンのね、この作用なんですね。でもある意味それって赤ちゃんという一番小さなママが守ってあげないといけない存在を、この2人のこの関係を邪魔してくるものは旦那であっても上の子であっても全拒否っていうね、こういう働き、まあ、生物としてはすごく当たり前の作用なのかもしれないんですけど、オキシトシンにはこういう攻撃性っていう一面もあるわけですよ。おっぱいあげるってなって、プロラクチンとオキシトシン、おっぱいホルモンがズワーって分泌された時に、その幸せホルモンであるドーパミンは下がるけれども、オキシトシンが上がるっていうことは愛情ホルモンが分泌されるから授乳の時に幸せを感じるはずである、メカニズムとしてはそうなんですよね。ただそのね、裏を返した攻撃性っていうその作用がなんかうまいこといかへんくって、本来は赤ちゃんに向けては愛情っていう方向でオキシトシンは作用しないといけないんだけど、その攻撃性がその赤ちゃんとママっておっぱいをあげるというところになんか作用、うまいことが回らへんくて作用してしまって、赤ちゃんに対しても攻撃性っていう方向のオキシトシンのその感情がブワッて働いてしまう。これもディーマーの原因かっていうふうに言われています。でもね、言ってもここディーマーが言われ始めて研究進んだら本当に10年ぐらいの話で、まだ医学的にも仮説の段階なんですよ。プロラクチン、オキシトシンが分泌される、オキシトシンは愛情ホルモンである、その反面攻撃性のあるホルモンである、その攻撃性が出ているっていう話と、プロラクチン、オキシトシンが出ている時にそのドーパミンという幸せホルモン、ランナーズハイになるようなそのホルモンがドーンと下がるっていうことで、こう気持ち悪い気持ちになるっていうね、この2つが仮説として挙げられています。ですからこれはね、ママがその愛情、赤ちゃんに対して愛情がないからおっぱいあげて幸せを感じない、私のせいやとか母性がないんやとかって、そこですごいね、多くのママが悩んではるんですよ。でそういう話じゃないんですよ。私たちね、ホルモンにはね勝てないよ、私思います。自然災害、大自然に人間はね打ち勝てない。台風とか地震とか、どんなに頑張っても人間は打ち勝てない。あと体の中をそのね、無意識に動いているホルモンにも私たちは太刀打ちすることができません。これもうホルモンに支配されてるよね、私たちって。そうやって生きてるんですよ。人間なんてそれぐらい弱い存在なんですよ。太刀打ちできひんものにね、打ち勝とうとしてね、あがいたところでね、無駄やね。私D マー感じるタイプの人間なんや、あーホルモンにやられとんや、なるほどそういう体質かと、それを受け止めちゃった方が早いんですよ。それを感じないようにどうしたらいいですか、不快な気持ちがあるけど、私ママだからおっぱいは赤ちゃんのためにあげないといけないから、赤ちゃんのためにおっぱいが一番だから、私が我慢すればいいことなんですって言いながらね、D マーなのにね、おっぱいあげながらうーって吐き気と戦いながら、ほんま下手したらね嘔吐しながら授乳してる人いるのよ。そこまでするかと思うわけですよ。母乳育児は母の鏡である、そういう先入観があるから、そういうなんか自分のね、本当に思っているその感情に鞭打ってまで母乳育児をしないといけないという話になるわけでしょ。 D マーもいろいろなんですよ。症状ちょっとイライライラってして、あ嫌な気持ちになってきた、でも 2,3 分我慢してたらこれ収まるから、あ収まってきた収まってきた、いけたよかったぐらいでいける人もいればね、本当にもうやってたらね、うわーっともう号泣しちゃったりと、もうヒックヒック止まらへん、パニック障害みたいな、呼吸できひんようになったりね、過換気になったりね、嘔吐したりね、もうクラクラしてね、なんか倒れそうになったりね、っていうようなすごいひどい症状が出る人もいるの。そういう人たちはそこまでしてね、ディーマーに打ち勝とうとしながら母乳育児をする必要は私ないと思うんですよね。赤ちゃんにとって一番大事なのって母乳育児じゃないと思うね。どんな方法でもミルクもあるし、ね、いろんな方法がある、そういう選択肢がいろいろある中で、その赤ちゃんとママが幸せな気分になって栄養を与えれて笑顔でおれるっていうことが、きっと赤ちゃんはママに対して一番求めてることやと思うんですよ。
ていうふうに考えたら、ね、我慢できるんやったら我慢したらいいよ。で今って大体半年ぐらいしか続かへんからね、そこから以降落ち着いてきますので、半年間我慢できるんやったらしたらいいけど、その我慢がちょっともう度を超えて我慢しなあかんっていう状態で、自分のその健康とかママの心身をやられてしまうような状態になりながらも我慢するっていうのは私はちょっと違うと思うのよ。ママに一番必要なことって、私はアクセルばっかりではないと思っています。前に進むことばっかりがいいことではないと思います。ママに必要なのはアクセルと同時にブレーキなんです。そのアクセルとブレーキのバランスが一番大事やって思っています。ですから進む勇気、進もうとするその努力はもちろん必要なんだけど、時にはブレーキを踏むという勇気、これがすごいママにとって の持ってる大切な私力だと思っています。ですからリーマーで、ね、不快性射乳反射で本当に苦しんでるママたちは、その自分がその状態になってまで母乳育児を決行してもう強行するということが、果たしてこの赤ちゃんとママ2人にとって必要なことなのか、大事なことなのか、どうなのかっていうことを今一度考えてほしいなというふうに思います。そればっかり我慢することばっかりが美学じゃないよ、言っとくけど、うん、でね、海外ではね、そのドーパミンっていうものが下がるからっていうことで、ドーパミンを上に上げるような、まあ、うつ病とかの時にね処方されるようなね薬がそのディーマンには有効なんじゃないかっていうことも言われて、そういう治療法とかもね試されたりっていうことがあるんですけど、現時点日本ではそのドーパミンを分泌させる薬を使ったところで効果はないっていうことが一番今の定説になっています。だからディーマンにとってね薬はないのね。じゃあもう我慢するか、我慢できる範囲なんか、もしくは自分の力でドーパミンを上げていく努力っていうのはできるんですよ。じゃあドーパミンを上げるためにオキシトシン分泌されている時にドーパミンもなるべく出すっていうことをするためにはどうしたらいいか、なんせ授乳に集中しひんことがいいんですよ。おっぱい上げるっていうことにぐっと集中するから、オキシトシンがボーンって出てしまってドーパミンがドーンって下がるの。ちょっとでもドーパミンを出そうと思ったらママが楽しい気持ちになってる状態を作ったもん勝ちなのね。よく言うやん、授乳中は赤ちゃんの目を見て集中してこの愛情を与えてあげることで幸せな授乳しましょうって。ディーバーの人はできませんからね。授乳しながら快適なことを考えたらいいんですよ。例えばなんか自分のめっちゃ好きな音楽ガンガンにかけながら、そっちに集中しながら片手まで授乳するとかさ、あと久子のこの YouTube をおもろいやつ見ながらハハッとかって笑いながらスマホ見ながら授乳するとかさ、あとは美味しいもん食べながらスイーツめっちゃ美味しい、幸せ、美味しい、これ最高とか言いながらそんなん食べながら授乳するとかね、赤ちゃんに授乳しているそういう自分に集中せんかったらいいんですよ。そしたらドーパミンが出るの。これ母乳育児的には、多分育児的にはママの好きなことに集中しておっぱいに集中しないって、これは育児の方法としてはダメですよっていうことになるのかもしれないけど、ディーマーの人は赤ちゃんとママ授乳っていうことに集中したら負けなんですよ。ランナーズハイの状態を作ればいいのよ。あとはですね、授乳の前に、ね、ちょっと体を動かすっていうこともコツなの。掃除するでもいいよ、なんかとにかく雑誌見るでもいいや、自分の好きなことやるのね。でテンション上げて、ああ楽しかったみたいな気持ちにしてから授乳したらちょっとでもドーパミンが上がるので、ね、症状の出方はマシかもしれないね、うん、あとはとにかく水分いっぱい母乳で出してるから水分補給をしてあげるっていうのも D マンの、ね、少し、ね、抑える、ね、コツやったりもします。まあ、これは夫婦関係にもよるから一概には言えないんですけどね、旦那さん、これね、この動画見てる旦那がいたら、ね、こういうことに悩んでるママがいたらね、旦那さんがですね、夫が妻の授乳中に優しい言葉をかけてあげて、ね、話をゆっくり聞いてあげて、ママが言ってることをいちいち解決策とかいらんねん、そんなんいらんねん、嫌な気持ちなるんや、そっか、でもな、おっぱい毎日毎日やってくれてほんま僕にできへんことやってくれてありがとうなみたいなね、優しいこと、解決策ではなくてママの気持ちに寄り添うという話を聞いてあげるということを旦那がやってくれたら、それだけでもね、オキシトシンの分泌が高まってドーパミンが出るんですよ、ママは。しかもそのオキシトシンの分泌っていうのは、これオキシトシンは愛情ホルモンであると同時に攻撃ホルモンだと言いました。旦那のその態度一つで、そのオキシトシンは愛情信頼っていう方向に働くのか、もしくは
こいつに話したらこいつはほんま何も分かっとらへん、ほんま夜な近くにっていう攻撃の方向にオキシトシンが向くかっていうのは旦那の態度にかかってるんですよ。はい、そんなこともあるからね、この動画もし見てくれてるね旦那さんとかがいたらね、そういうママたちっていうのホルモンにいろいろ翻弄されながら一生懸命必死で子育てをやってるんだよっていうこともちょっと頭に入れてもらって、授乳を頑張ってるママたちのね話を聞いて優しく寄り添ってあげるっていうことをねやってみてください。そういうことでオキシトシンを正しい方向に向ける、攻撃ではなくて愛情の方向に向けてあげる、オキシトシン分泌の時ドーパミンは落ちるんだけど、そのドーパミンをちょっとでも上げてあげる工夫をする、はい、これがビーマー の解決策というか対処法かなっていうふうに思います。で最後ちょろっと言ったけど、だいたい長くても半年ぐらいなんですよ、続くのはね。でこの症状が出る人出ない人いろいろいるんだけど、出るからといってそのあなたがね、ママ失格とか母性がないとかそういうこととは一切関係ないからね、ホルモンに私たちは太刀打ちできないの。ホルモンに対してどういうふうな反応するかっていうのはみんな違います。リーマーが出るから出ないからいいとか悪いとかママの価値は決まりません。正しく自分で冷静に考えて、その母乳育児が私たちこの親子にとって最優先なんだろうかというところをしっかり考えれる賢いママになってほしいなっていうふうに思います。はい、今日はディーマーについて語りました。12人目妊娠中助産師さこの子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。